はようございます、こんにちは、2024年、第42週週刊広島瀬戸内新聞ニュース号外で、ございます。まあね、衆院選ですけどもね、まあ本当にもうあさってね、公示ということにね、なります。まあ本当ね、ただ今回ね、やっぱりね、個別のいろんな政策もあるけれどもね、やっぱりこれでいいのかと、ね、日本の選挙、あり方、それからね、広島の政治のあり方、本当にこれでいいのかということがね、一番やっぱりね、これ問われるべきじゃないのかなとは思うんですよ。まあ個別の政策もね、もちろん大事で、非常に大事です。まあしかしながらね、こんなあり方で本当にいいのかと、これでいいのかと、まずね、一つ、総理大臣にもなってないのにね、解散って言ってしまったね、石破さん、ね、これ憲法違反ですよね、どう見てもね。岸田さん面白くないと思うよ、内心は、ね、だってね、石破さんまだあの時の総理大臣ね、岸田さんの段階でね、石破さんがね、解散って言って、ね、うん、意味はわからないですよね、うん、これ憲法違反ですよ、完全にね、うん、まあね、こういったことについてはね、檻を壊すね、ライオンね、改訂版をぜひね、よろしくお願い申し上げます。半藤大樹先生のね、本ね、こういうね、なんていうかな、これでいいのかっていうのが問われるときにこそね、ぜひね、広島出身の、広島県、安佐南区祇園在住のね、弁護士、半藤大樹先生のね、著書がね、大事なんですよ。はい、檻を壊すライオン、改訂版、出版記念オンライン講演会がですね、10月18日金曜日の夜ね、あります。ぜひね、まだね、申し込みまで時間がありますので、ぜひよろしくお願い申し上げます。参加費は2200円でですね、折り壊すライオン1980円がね、あとやってきますんで、よろしくお願い申し上げます。はい、折り壊すライオンそのものはね、安倍政権のね、憲法違反の話なんだけど、その以外にもね、菅政権、岸田政権のね、入れたね、もう情報改定版ということになります。そしてね、一方で野党も野党ですよ、ね、おかしいわね、これをね、ご覧ください。茶番選挙、仁義なき候補者選挙、ね、立憲民主党広島、ね、参院選広島再選挙2021年、あれは河井案里さんのね、失職というか当選無効に伴うね、再選挙ね、私も立候補しましたけどね、立憲広島はね、半藤大樹先生を候補者に内定したんですよ。ところがですよ、うん、はしごね、直前になって外したんです。森本慎二参議院議員のね、秘書でいらっしゃいますね、福田源さんという方の妻のね、宮口春子さんを擁立したわけです。で、それにね、まあ、共産党とも乗っかったわけですけどね、市民連合さんと。で、衆院選ではね、一方で、一度負けただけのね、2区のね、大井赤井さん、3区ライアン真由美さん、5区野村浩二さん、浩二郎さん、こういった皆さんをね、クビにしたわけですよ。でね、あと、参院選広島再選挙の際にはね、告示直前、僕はね、宮本さん側に、伊方原発即時停止ね、あんたが飲むならね、降りるよということをね、示唆したメールを送ったんですけどもね、まあ、立憲の県議はね、示唆してね、まあ、話し合いをね、お願いするメールを送ったんだけどね、立憲の県議はね、宮口さん、政策が分かる人じゃないからと、ね、これって女性蔑視じゃねえのって話ですよ、うん。本当にこれでいいのかって話ですよ、立憲広島。ね、それにダクダクと従うね、共産党などもね、今になってね、立憲にね、野田さんに切れてるけどね、遅いっちゅうにっていうね。うん、だからもう野党の中の民主主義っちゅうのもね、課題なわけですよ。ね、野党の中もちゃんとね、風通しを良くしてね、人を大事にしていかないとね、じゃあ、自民党はね、それはグダグダですが、石破さんもね、あんなこと言っちゃってね、おかしくなってね、せっかく改革してくれるとね、みんな思ってたのね、ああいうことでね、みんながっかりしてますよね。でも野党も野党ですよ。ね、人を大事にしないっていうね。じゃあ、どうすればいいのかとね。じゃあね、具体的に党の中でね、候補者を選ぶときはね、公開討論会とか、予備選挙やるとかね、ね、いろいろやればいいのに、うん、まあ、いろいろ提案があります。まあ、とにかくね、詳しくはこの茶番選挙、仁義なき候補者選考ね、
ご覧ください。私は何冊か持ってます、実践しておりますので、ぜひね、ご購入の方ね、ご検討ください。それではね、でね、昨日かな、岡山県笠岡市でね、茶番選挙をね、お話をね、実は半蔵先生がね、されていたということをね、岡山県笠岡市だかな、そこでね、されてたというね、ことをね、まあ、半藤先生ね、Facebook の方にアップしてますね。おとといがね、笠岡で、昨日はね、福山かな、うん、そんな感じなんですけどね、ぜひね、よろしくね、願い申し上げます。非常に盛り上がったということです。なんか、新潟県からも3人来たって、すごいですよね。ではね、まあ、広島ね、市内でも私ね、2回ほどね、開催しておりますけどもね、またね、ぜひね、よろしく願い申し上げます。それでは皆さん、最後までご視聴ご清聴ありがとうございます。広島市庶民館、ね、広島をね、取り戻すね、衆議院選挙、私は、令和新選組ね、方ね、応援をね、させてもらってますけれどもね、まあ、とにかくね、地方の庶民をね、応援するね、令和新選組ね、ぜひね、ご注目いただきたいということとね、やっぱり政治をね、庶民の手に、ね、取り戻していくということが大事であるということをね、お話しいたしまして、私のね、本日のね、お話をね、終わらせて、もらいいただきます。それではね、また良い連休等をね、お過ごしくださいまし。では、失礼いたします。これをね、ぜひよろしくお願い申し上げます。